はやっと王子を見つけ出します。王子は燃える木々に囲まれ、今にも炎に飲み込まれそうになっていました。熱い熱いと必死に助けを求めています。狼は王子を助けるためぼうぼうと燃え盛る炎に近づいていきます。逃げないとなどと狼が考えていると、姫、魔女に謝りに行こう。思いがけない王子の言葉に狼は耳を疑います。謝りに？そう、悪いことをしたら謝らないと。悪いことをしたら謝る。狼は王子の言葉を繰り返します。早く行こう姫。狼は少し考え込んでいましたが、やがて強くうなずきます。わかった、わかったよ王子。
ついに二人は魔女の館があった場所にたどり着きました。怪物になった魔女が押しつぶしたのでしょうか。かつての魔女の館は今は見る影もない瓦礫の山になっています。その破壊の跡を目で追うと、少し先に魔女の姿が見えました。怒りに我を忘れ、館の周りの森を所構わずその巨体で押しつぶしています。王子、どうしよう。話を聞いてくれそうな感じじゃないよ。姫は困った様子で王子に問いかけます。そうなんだ。でも大丈夫だよ。大丈夫？一体何が大丈夫なのか。姫はいぶかしげに王子を見つめます。姫はとっても強いからね。え、王子。王子はこんな状況で冗談を言っているのか、それとも本気で言っているのか、姫には理解できず、ただうろたえるのみです。魔女のうなり声と地響きが二人のやりとりに割り込みます。魔女は姫と王子に気づいた様子で、明らかな敵意を二人に向けて近づいてきます。二人が森や魔女の大切なコレクションを燃やした犯人だと知っているようでした。王子、魔女が近づいてくるよ。姫は慌てて王子を連れて逃げようとします。ですが王子は動く様子がありません。姫、今の魔女は怒ってて話を聞いてくれないけど、何とかして落ち着いたら話を聞いてくれると思う。落ち着くってどうやって？ちょっとやっつけるとか？それができれば苦労はしないのですが。しかし王子は強気で続けます。だからお願い姫、魔女をちょっとやっつけて。できるかな。そう言いながらも姫は狼に変わり、巨大な怪物に向かって地を蹴り駆け出しました。